アンタレス、アンタレス、アン、タリーズは、アメリカ合衆国のオービタルサイエンシズ社、OSC、2015年以降、オービタルアッテック、2018年以降、ノースロップグラマンイノベーションシステムズ2を開発され、打ち上げられている、中型ロケット。2013年4月21日に、初打ち上げが行われて成功した。2011年12月に計画名のトーラス E が、 サソリザの一等星アンタレスにちなんでアンタレスに名称変更されることになったと発表された。同社のロケットはペガスス、トーラス、ミネットアというようにギリシャ神話にちなんで命名されていた。アンタレスはアメリカ航空宇宙局の商業機動輸送サービスの契約にのっとりシグナス補給船を打ち上げるロケットとして開発されており、デルタ E とほぼ同じ規模。 OSC が保有しているロケットとアトラス分野、デルタ4等の大型ロケットの間を埋める、軌道投入能力を有するロケットとして位置、付けられている。既存のコンポーネントを活用することで、低コストで信頼性の高いシステムを構築する、方針で開発されている。OSC の保有する既存のロケットの成果を用いる、ことで、高い即応性を実現し、シグナスの他にも、 宇宙探査機等を含む科学用途の宇宙機、軍事衛星、商用衛星等の核種中型ミッションに対応する。2014年10月28日に打ち上げられたアンタレス5号機は打ち上げに失敗した。これを受けて、ロシアの NK-33 エンジンをベースにした AJ-26 エンジンは使用を中止することになり、代わりのエンジンに置き換えることになった。 このエンジンを更新した新しいアンタレスロケットは2016年初めに飛行再開ができるようになる計画とされ、2016年10月17日に打ち上げられた。アンタレスは第1弾に液体燃料を用いる2弾、または3弾式ロケットであり、全身のトーラスロケットとは大きく異なるものとなっている。第1弾エンジンは、 旧ソ連が有人月飛行を目的として開発していた N-1 ロケット用の第1弾エンジン NK-33 をエアロジェット社が購入して電送系等の回収を行った AJ-26 から62エンジンを2機使用し第1弾タンクはウクライナのユージノエお及びユージュマシュが製造するゼニット第1弾タンクの全長を短縮したものが用いられる 第2弾は、キャスター120を短縮することでアッテックが、新規開発した、キャスター30を採用した。また、拡張型第2弾として、フラットホイットニーロケットダインが開発した、メタンを燃料落とす、PWR35M エンジンを使用する、構成も計画されていたが、2011年4月に、キャスター30の性能向上型であるキャスター30、 XL を採用する方針に変更された。最初の2機の試験フライトでは、第2弾にキャスター 30A を使用し、次の2機ではキャスター30バイトを使用。4号機からキャスター 30XL に切り替えて、打ち上げ能力を強化した。シグナスの軌道投入は2段式のアンタレスによって行われる予定であるが、人工衛星や宇宙探査機の打ち上げにおいては、 オプションとして2種類の第3弾が用意されている。標準型第2弾を用いた通常の人工衛星の打ち上げの場合には、軌道投入精度の向上と軌道高度の上昇を目的として OSC がスターバスの推進系を流用して開発した2液式、推進系ビ、プリペルンタザードステージを使用する。惑星探査機等の打ち上げにおいては、アッテックが開発した。 スター48バイト V をキックモーターとして使用する。アビオニクスとしては OSC が開発し、同社のロケットで使用して、飛行実績がある MOC コンポーネントを採用した。最初の2回の打ち上げでは、第2弾にキャスター 30A を使用した。以降の打ち上げでは、キャスター30バイト、またはキャスター 30XL が使われる。 ロケットの構成は3桁の数字で表され、上位から順に第1弾、第2弾、第3弾に対応している。第1弾は RD-181 適用型ブロック1では RD-181 の推力を AJ26 から62相当に落として搭載している。ブロック2では 燃料タンクの構造強化を行うことで RD-181 の水力を本来のレベルに戻し、打ち上げ能力を向上する予定である。当初の打ち上げ予定は2011年10月であったが、同年12月、2012年1月23日、2月、7月6日、8月9日、9月、後半、10月、12月、 2013年2月と次々と延期された。最終的に2013年4月21日17時、シグナス補給船の質量を模擬したダミーペイロードを搭載しての初打ち上げに成功した。CRSOB-3 はアンタレスとシグナス補給船による3回目の ISS 補給ミッションであった。しかし、 2014年10月28日に打ち上げられたアンタレス5号機は離陸からわずか15秒後に一段目が爆発。機体はそのまま中部大西洋地域宇宙基地の打ち上げ施設へと墜落した。被害を抑えるためにアンタレスの自爆が試みられたものの作動したのはロケットが地上に激突する直前であり、爆発と火災により機体とペイロードは破壊され、 地上施設も深刻な被害を受けた。OSC は事故後、直ちに原因究明のための事故調査委員会を形成した。オーブマイナス3ミッションは、打ち上げ直後に一段エンジンの2機のうちの1機が爆発して墜落し、失敗に終わった。これを受けて、ロシアの NK-33 エンジンをベースにした AJ-26 エンジンは、使用を中止する子になり、 代わりに、ロシア製の RD-181 エンジンに置き換えることになった。このエンジンを更新した新しいアンタレスロケットは2016年、初めに飛行再開ができるようになる計画であり、それまでの間、シグナス補給船の1機もしくは2機は、アトラス V ロケットを調達して打ち上げることになった。RD-181 を装備したアンタレスロケットは、 究極的には20%打ち上げ能力を向上できる見込みだが、初飛行では AJ-26 と同じレベルまで水力を落とし、一段タンクの構造を強化する改良を終えるまでのつなぎにする予定である。トーラス E の初期構想は1994年に OSC が発表したもので、第一段及び第二段にキャスター120、第三段に当時開発中であった。 アリアン5の上段に採用予定のエスタスを用いるというものであった。この構想では、軌道傾斜角28.5度、高度 185km の低軌道に2.3トンの軌道投入能力を持ち、また、補助ブースターとして、キャスター4を最大8本用いることで、同様の軌道への投入能力を5トンまで向上する子が可能とされていた。さらに、オプションとして、 スター48を第4弾キックステージとして用いた場合には GTOA1.84 トンのベロードを投入可能であるとされていた。この構想は NASA の小型の衛星や探査機の打ち上げを目的としたメドライト契約に向けて発表されたものであったが、その後 o s c は同契約に向けマクドネルダ・ダグラスと共同で同様のコンセプトを持つデルタライトの構想を発表した。 1993年初頭にデルタライトはメドライト契約を獲得しディープスペース1号やヒューズ、スターダストなどを打ち上げる予定となっていたが1997年に MD がボーイングに吸収合併されるなどの情勢から計画は凍結されこれらの宇宙機はデルタ2ロケットで打ち上げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。